はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでジュビロさんですね。はい、トップスの日本版のサッカーはこちら3つですね。で、前々回か、ご注文いただいた分は、パニーニさんのね、女子サッカーのワールドカップの予約品が入ってるんで、明日、はい、フィビーします。一応日本だと発売日明日っていう式になってるんで、はい、じゃあ見ていきます。で、ご連絡ね、今回のご注文の時にね、ルーキーとモジョ以上ですね。まあ後で、まあでもそんなに出ないか、今軽く仕分けしとくと後が楽だっていうのは店長だけですけど、はい、おゴールドですね。まあ出る時いっぱい出るんだよな、ルーキーも。横型、はい、ニコラス・ゴンザレスさんですね。ニコゴンですね。うん。はい。フィオレンティーナ。アルゼンチン。うん。はい。ディバラとかと同世代ぐらいなんだ。まあいいや。レギュラー後でちょっと仕分けしますね。はい。そのぐらい。ん？あれ？あ、そうか。モジョか。はい。はい。ガクポさん。ガクポさんって去年クロ見ましたっけ？なんかいきなりもうワールドカップルーキーカードみたいな印象でしたけどね。トップさんルーキーあったのかね？なんかあまり見覚えがないというかないですね。あ、ゴールドと青ですね。この箱ね。はい。お、ジルーさん。あれ、ジルーさんのパラレルってあんま見ねえな。はい。ねえ、かっこいい写真だし。あんまり見ないですね、そういえば。初めて見たかもしれない、ジルーさん。シリアル。それぐらい見てないんじゃないかな。まあ、一括してメーカーさんは作ってますけど、まあ、生産のロットによって、多少変わってくるのかな、どうなんですかね。もう、7割ぐらいはもう市場に出ちゃってますか。8割ぐらいは出ちゃってるのかな、多分。はい、じゃあ行きます。お、赤だね。確定だね。赤ですね。これで125だったらちょっと笑いますけど、あ、ちょっとコントラストがみたいなまあないですね。赤確定です。いきます。せーの。お、ルキだ。マイナさんですね。ゴシリアル。レッドが来ました。3の5。背番号73なんだ。ミッドフィルダー。もう次ジャンプアップしてね。うん。2005年生まれだから。うん。まだ18か。で、万有なんだ。イギリス。ああ、もうね。育てなきゃ。っていう。ね。自国の選手を使って育てなきゃ、うん、はい、ゴシリアル来ましたね。はい、これと桜とか来ねえのかな。あ、はい、サラさんですね。リバープール。またちょっと赤来たのかちょっと思いましたけど、で、ガルシアさん。125ですね。
マルコ・デ・ガルシア、うん、お尻きたな。あ、もう一個あった。あれ赤125、75か。そうだよね、3枚パターンだ。よいしょ、マッキーにね、アメリカ代表75C3番、背番号8。うん、まあでもゆうべでね8番もらってるんですね。結構得点能力もありますしね彼ね。一時ポンポンって点数取ってたけど、代表の試合になるとやっぱりちょっとプリちゃん欲しいみたいな感じになっちゃってますね。はい、じゃあ行きます。3つ目、はい、黄色武器だ。はい、サンチアゴ・ヒメネスさんですね、フォワード150。はい、モジョア、あ、シミッチさん、ルーキーですね、モジョですね。うん、でも赤きたな。やっぱまあコンスタントに出ますよね、赤、桜、スパフラ。まあ、スパフ、あ、オレンジも来てる。はい。できます。トニー・クロースさん。25尻ですね。はい。うん。まあ、シリアルの引きは、ね。ちょっとここ数回引けてなかったでしょ。まあ、その分がこう、ね。平均化辿ってくるんですよ。この製品は特にそのシリアルじゃんけんですから、ただの。はい、よく見るでしょ、あの穴掘ってってね、あとちょっと掘れば当たるのにみたいな引き返しちゃうのみたいなね。よいしょ、25、5尻も出てますからね。うん、3箱にしては非常に、はい、優秀な3箱だったんではないでしょうか。まあでも、どうなんですかね、5尻も、なんかケースの中にかなりこう、はい、いたっていうお客様もいたので。125。ああ、まあいろいろこうシリアルは面白い感じで出ましたね。だってあと桜とスパフラだけでしょ、今回の3箱で弾けなかったのってっていうね。ゴールドも弾けてますからね。あ、すごいな、125と150、1枚ずつしか出てねえよ。この間ちょっとこっち多めだったんですもんね。まあ。ね、そう考えたら、すごいですね。75以下が3個で5枚だ。ああ。まあね、こういうパターンもありますからね。まあそれが面白いんでしょうけど。うん。赤、オレンジ引きましたね。あと、もうちょっと。で、紙ベースの方は、ルーキーカードだけ抽出して、そうする。ただ、発送待機ということで。まあ明日の分足すとちょうどいいかなという感じです。それ以上だとサイズが上がっちゃうような感じですかね。はい。まあとりあえず。用品もね、入れてあるんで。はい、じゃあまたぜひチャレンジしてくださいというか、明日とりあえず、はい、3-2ですね。PB します。ありがとうございました。